カゼルタ宮殿。カゼルタ宮殿は、イタリア共和国カンパニア州のカゼルタにある宮殿。18世紀後半に、ナポレオ国、ブルボン朝の王によって建設された。18世紀に、ヨーロッパで建てられた中で最も巨大な宮殿と言われる。1997年、バンビテッリの水道橋とサンレウチョの邸宅群と共に、ユネスコ世界遺産に登録された。 宮殿の建設は、1752年に、ナポリオ・カルロ・七世、後のスペイン・オーカルロ・ス・三世の命令で、お抱え建築家、ルイージ・バンビテ・リ式のもとに始められた。カルロ・七世は、バンビテ・リの作った宮殿の模型を見て、胸から心臓を引き裂かれるような深い感動を、覚えたという。結局、カルロ・ナ世は、宮殿で寝泊まりすることのないまま、1759年に、 スペインにつき、建設が終わったのは三男、フェルディナンド四世、後の両シチリアをフェルディナンド一世の代になってからだった。バンビテ・リが政治的にも社会的にも宮殿の理想としたのはベルサイユ宮殿だったが、多様性と性質に注目すべき違いがあった。拡張高い付属した自然のバロック風の眺めに面して、 小さな都市の社会的建築物を伴うどっしりとした建物の中に宮廷と観光庁を入れ、王のために供給されるものと集められるものとの似たような問題解いたのである。カルロ七世が育ったマドリードの王宮はフェリペ五世のためフィリッポ・ユバーラによってシャルロッテンブルク宮殿をモデルに考案された。広々とした八角形の玄関はベネツィアにあるサンタマリアで ラサルーテ聖堂に触発されたように思える聖堂内のパラティン礼拝堂がしばしばロベールドコット作ベルサイグーの王室礼拝堂と比較される宮殿建設の同期はカゼルタに王国の新たな行政上の壮麗な首都を築くことにあり海からの宮廷への攻撃を避ける狙いがあったカルロ七世はカゼルタ宮に劇場巨大図書館 大学を作ることを決めた。ルイージ・バンビテッリは1773年に死去し、建設は息子カルロ・バンビテッリが引き継いで1780年に完成した。完成した時、宮殿は1200部屋と24の国の庁舎。後にナポリのサンカルロ劇場がモデルとしたという付属劇場があった。カゼルタ・ベッキアの人口は、 新宮殿を中心として 10km 四方に広がった。サンレウチョでは絹織物の繊維工場が流盛を極め、現在工場は展示館となっている。20km の長さがある大通りは、ナポリと宮殿をつなぐためのものだったと言われている。宮殿は 247m184m の長方形となっている。四方は2つの直角のアームでつながれ、 中庭が四つあり、どれも三千八百平方メートル以上ある。建物外側の球場の連なりと合致したファサード工法に巨大な前提が広がる。ごちゃ混ぜになった建物は日常業務を円滑にするようにと建てられたものである。左手の子は弊社として建てられた。ここは第二次世界大戦中、アメリカ軍第五師団が急速センターとして接収していた。 王宮部分の全てはベルサイユ宮殿に触発されたもので、カゼルタ宮殿は原型を追従する最大のものである。未だ建築当時のままである欄干のある、長め、長い変化のないファサードの中にある装飾的構造物によって、わずかな壊れ目が用意されている。ベルサイユのように広大な水路が驚くべき水辺の展示のために水を引き込んで成り立っていい。宮殿は、 フランスと同じく真のバロック様式として普及のブルボン王家の権威を象徴する場として設計された。カゼルタにおける誤りは王の木座橋であるピアノレアーレより上にある。この木座橋は他の木座橋と等しい建築的価値と雄大さがある。後期バロックのサローには国の富を見せつける場所であると同様政府の中心地であった。宮殿は 王家の資質とナポリオ家宮廷とに当てられており、宮殿敷地内には政府庁舎や国立図書館、大学、国立劇場が建てられていた。これらはナポリの無秩序や無作苦しさから切り離されていた。カゼルタでのナポリオーはパリの喧騒から逃れたルイ14世と同じやり方で首都のボートと内紛から離れていられたのである。その上、規模とカビサから 内陸の利点を活かし、ナポリ湾に面し海からの攻撃を避けられないかつての王宮より、さらに防御的になった。王のために、宮殿敷地内に護衛用兵舎が建てられた。今日、広大な中央エントランスの車道は、市の循環道路の中に編入されている。庭園は、典型的なバロック様式で、120ヘクタールあり、丘陵地形である。 ベルサイユ庭園に触発されたものだが、美しさにおいては、飼っているとみなされている。公園は、宮殿の後方ファサードに始まり、人口の噴水と滝のある長い小道が片側を通る。上部分は、1780年代に、カルロ・バンビテッリとジョン・グレア・ファーが設計した、英国式庭園がある。ジョン・グレア・ファーは、ジョゼフ・バンクスによりナポリ駐在のイギリス外交官。 ウィリアム・ハミルトンに推薦された人物で、造園家である。この庭園は、初期にヨーロッパ大陸に作られた英国式庭園である。噴水と人工滝はどれも井戸によって満たされている。ルイージ・バンビテッリによる建築と水圧学のたまもので、距離のある広い運河から水平線上に水が引かれている。サンクトペテルブルク郊外のペテルゴフ宮殿に対抗したものと言われている。 有名な噴水として以下のものがある。像のほとんどが古典的な古物をモデルとしてガエターのサロモーネが王宮庭園のために作ったもので大規模な工房で創作された。カゼルタは1999年の映画スター・ウォーズ・エピソード1ファントム・メナスト2002年のスター・ウォーズ・エピソード2クローンの攻撃の劇中でアミダラ女王の宮殿として撮影された。 同じ部屋が、で、バチカン四国として使用されている。この映画では撮影のために、宮殿内側の広場で、ランボルギーニが実際に爆破されている。他にも、天使とあくまでも階段が、バチカン四国の階段として撮影された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。